海上自衛隊第4護衛隊軍が、第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦ヒューガを含む艦隊と合同訓練を実施したとの情報をキャッチしました。今回は、海自巨大護衛艦ヒューガ、関門海峡を突破か、海上の巨人ヒューガ、海の難所制覇、超狭海峡通過訓練に、注目論議を詳しく見ていきます。2024年1月に、海上自衛隊第4護衛隊軍が公式 X、旧 Twitter アカウントにおいて、第4護衛隊軍司令部が、第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦、ヒューガに乗艦する合同訓練を実施したことを発表した。また、その際 X に、ヒューガにとって、非常に狭く難所とされる関門海峡を通過する様子を撮影した画像も公開している。この合同訓練に参加したのは、京都府にある舞鶴基地を母港とする第3護衛隊軍第3護衛隊所属のヒューガと第7護衛隊所属の夕立に加えて、広島県の呉基地を母港とする第4護衛隊軍第8護衛隊所属の霧雨、同じく、呉を母港とする護衛艦隊第12護衛隊所属の海霧と阿武隈の5隻であった。しかし、なぜ、このような各護衛隊が混成された艦隊編成となったのか、また、なぜ、第3護衛隊軍のヒューガに第4護衛隊軍司令部が乗艦していたのかについては公表されていないことから、理由は極秘であることが漂った。現在の海自護衛艦隊は、米下の主力部隊として4個護衛隊軍が編成されており、1個護衛隊軍は、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 1隻に、イージス艦などの艦隊防空ミサイル護衛艦 DDG 1隻と、汎用護衛艦 DD 2隻からなる1個護衛隊 DDH グループと、艦隊防空ミサイル搭載護衛艦 DDG 1隻と、汎用護衛艦 DD 3隻からなる8隻からなる2個護衛隊で編成され、それらが4つ組まれて、合計32隻が有事に備えている。この4個護衛隊群を維持することで、海上自衛隊は、訓練や整備なども、周期的にローテーションを行いながら、常時1個あるいは2個の護衛隊群を、高度な練り成り状態に置きつつ、外国からの脅威に対する即応態勢を整えている。そして、これら32隻とは別に、護衛艦隊直轄の5個護衛隊に、計16隻の護衛艦が配備されており、有事の際は、沿海防衛用の戦力として地方総監が運用することになっていて、平成26年度以降にかかる防衛計画の大綱において、この直轄部隊が6個護衛隊に改編されることが決定し、護衛艦の定数も合計54隻まで増加する予定である。ネットニュースなどでは、今回の合同訓練の目的よりも、第4護衛隊軍の公式 X にアップした関門海峡を通過するヒューガの画像が話題になっており、基準排水量13,950トン、全長197メートルの出雲型護衛艦に次ぐ大きさであるヒューガが、本州と九州の間にあって、最も狭い箇所では、幅500エムしかなく、潮流が、速く、海上交通の難所とも言われている関門海峡を通過したことに対する驚きのコメントが寄せられていた。ヒューガの基準排水量13,950トン、満載排水量推定値19,000トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルの艦隊は、出雲型に次ぐ大きさであることから、狭くて危険なイメージがある関門海峡を通過したことを、軍事系ブログなどが騒ぎ立てていた。しかし、通常だと関門海峡を通過できる船舶は、喫水が最大で 11.4M までとされていて、喫水が 7M のヒューガ型護衛艦の通行が可能どころか、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0m、最大幅 38.0m、水深幅 29.6m、深さ 23.5m、喫水 7.3m とされている。一回り大きな艦隊の出雲型護衛艦も通過することが可能だ。要するに、
日向型護衛艦や出雲型護衛艦が関門海峡を通過することは珍しいことではなく、特に瀬戸内海の5基地に所属する日向や加賀は、基地から東シナ海に進出する際には関門海峡を通過していくのは当たり前なので、騒ぎ立てていた輩たちは単純に知識がないだけである。また関門海峡では海事だけでなく民間の巨大な貨物船やタンカーが日常的に通過していて、海上保安庁の関門海峡海上交通センターが提示している関門海峡航路に入港する大型船の予定情報を確認すると、2024年1月19日には全長288メートルで相当数が10万トンを超える超大型の LPG、LNG 船が通過する予定が入っているなど、日向型護衛艦を凌駕する大きな船舶が横行しているのだ。関門海峡は山口県下関市と福岡県北九州市を隔てている海峡の名称で、両岸の旧地名である馬関から取った関と文字の門を組み合わせたもので、かつては穴戸海峡、馬関海峡、下関海峡などと呼ばれていた時代もあった。さらに歴史をたどると、氷河期以前は陸地だったが、最終合理期約7万年前から1万年前の寒冷期において、この土地に河川が流れて花崗岩の岩石を削り出して窪地になったところに、気候の温暖化で海水面が上昇し、その窪地に海水が入り込んでこの海峡が出来上がったと言われている。本州と九州を隔てる水路は大瀬戸という名で、本州の西端となる彦島と本州を隔てる水路が小瀬戸あるいは岡戸海峡と呼ばれており、主航路である大瀬戸の幅は平家滅亡で有名な壇の浦と和ぶかりの間の関門橋がかかる早友の瀬戸では約 500m の狭さで、その付近の潮流は大潮で最大10ノット 5m 毎秒を超えることがあるとも言う。そのため大型の船舶が通過可能とは言っても、この潮流の速さに加えて海峡全体が S 字に屈曲していて見通しが悪い上に、岩礁や暗礁も多いせいで絶えず海難事故が起きているのも事実であり、呉所属の護衛艦が通り慣れているとしても通過には細心の注意が必要である。この関門海峡において海事護衛艦が関係した大きな海難事故として、2009年に発生した護衛艦クラマと韓国船籍のコンテナ船カリナスターが衝突して双方が炎上する衝突事故があった。この事故の内容は、2009年10月27日午後7時56分頃、カリナスターが釜山から大阪に向かって関門海峡を航行中に、前方を航行していた貨物船クイーンオーキッドを追い越そうとした際に接近しすぎて衝突しそうになったため、慌ててタリカジいっぱいで切ったことによって、最も幅が狭い関門橋付近で対抗してきたクラマと衝突した。完全に韓国船籍側の過失によるものだ。この事故によって2隻ともに火災が発生し、カリナスター本船は積み荷のコンテナ内からの出火が約40分後に消し止められ、一方でクラマは岩主部が大破して乗員6名が軽傷を負ったことに対して、カリナスターは右舷船首部付近が大破して積み荷のコンテナが複数損壊したものの、幸いにも乗員に負傷者は出なかった。この事故はカリナスターが先行する貨物船を無理に追い越そうとして接近しすぎたことが主な原因であるが、一方のクラマが衝突当時に17ノット時速 31km の速度で航行していて、関門海峡においては船舶の速度が厳しく制限されているにもかかわらず、まるで平穏な洋上を巡航するような速度であったことも事故を誘因した要素の一つであるとされた。このくらい関門海峡の通過が容易ではないことから、岩礁などの浅い部分を浚渫して航路の幅を拡張すべきとの声が以前から提起されているが、海峡の海底下には国道2号線の関門国道トンネルや鉄道在来線用の関門鉄道トンネルと新幹線用の新関門トンネルなどがあるため、今以上の拡幅工事は難しいでしょうね。また関門海峡の海底には太平洋戦争末期にアメリカ軍が投下した MK25 や MK36 などの機雷数百発が残されているらしく、実際に船舶が触雷した報告もあるくらいだ。
そのため、海上自衛隊は、下関基地隊を下関市に配置し、第43掃海隊の掃海艇、豊島、浮島によって、現在も、関門海峡の機雷掃海任務を遂行している。